青山熊治青山熊治は日本の洋画家。1886年3月兵庫県朝子郡、区の奥金野町に生まれた。東京美術学校中退。ただし出生届が遅れたので、戸籍上は5月22日生まれである。本名は熊治である。1914年、シベリア鉄道経由でモスクワ、ペトログラードに滞在。翌年には、 ストックホルム、ベルゲンに旅行、その後イギリスのニューキャッスルへ渡った。同年にはロンドン経由でパリに到着、その後1922年に帰国するまで主にパリを拠点に活動した。帰国後は数年間展覧会への出品をしなかったが、1926年に公言を定点の出品、その後は定点を中心に活動した。1932年、 重病にかかっていた長兄の慎太郎を実家に見舞いに行き、そこで突然亡くなった。門人に、高木拝水や黒田清輝などがいる。白馬会賞、帝国美術院賞の受賞歴あり、著名な作品に、アイヌ、光源、老甲府、九十九里、金仏、投げ網などがある。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井昭一、藤原明、 コンサイス日本人明治典第5版株式会社賛成堂2009年7ページ青山熊地2021年1月21日閲覧ありがとうございます